アール・バールキは、インドの映画監督、映画プロデューサー、脚本家。代表作に、チーニ君、パー、パッドマン5億人の女性を救った男がある。バールキは23歳で、映画業界に進んだ。彼は、マドラス映画学院の監督コースに進学したが、中退し、同校の間向かいにある大学の、コンピューターアプリケーション学科に進学した。 彼は3年間在学したが、卒業年度に出席日数不足で退学している。出席不足の理由として、バールキは、クリケットに熱中していたこと、映画鑑賞に時間を費やしていたことを挙げている。2007年にアミターブ、バッチャン、タップーを起用した、チーニーカムで監督デビューする。2009年にアビシェークバッチャン、ビディアーバランを起用した、パーは、工業的な成功を収め、 非評価からも高い評価を得た。2015年にアミターブ、バッチャン、ダヌーシュ、アクシャラハーサンを起用した、シャミターブを監督し、2016年には、カリーナ・カプール、アルジュン・カプールを起用して、キアンドカ彼女と彼を監督している。2018年には、アクシャイ・クマール、ソーナム、カプール、ラーディカ・アープテイを起用した、パッドマンゴ億人の女性を救った男を監督し、 ナショナルフィルムアワードその他の社会問題に関する最優秀映画賞を受賞した。2007年に映画監督のガウリシンデーを結婚した。最も好きな作曲家としてイライアラージャを挙げており、彼について私の最大のインスピレーションはイライアラージャの音楽です。そもそも私が映画に興味を持つきっかけは彼の音楽だったのですと語っている。また映画制作の際には、 PC3 ラムを撮影監督に起用することが多い。ありがとうございます。